ゴールデン新幹線ウィーク。今年のゴールデンウィークは新幹線の企画を6本配信。ぜひお見逃しなく。小さな専門店もあります。さあ、ここは神奈川県横浜市、京急本線の横浜駅です。今回はこの横浜駅から品川駅を目指します。この横浜駅から京急本線では、快特、特急、急行、普通の4つの種別が走っており、そのうち快特が一番早い種別です。ただ、現在時刻は土休日の夜の7時前ぐらい。この時間帯に入りますと、横浜駅から快特が消えます。ということで、今回は土休日夜の京急線、快特がなくなる件ということで、土休日夜の京急線の運転形態についていろいろ見ていきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。まずは横浜駅からの最後の快特に乗って途中の京急川崎まで移動します。今回乗る電車はこちら、横浜駅18時43分発快特千ヶ口行きです。まず土休日夜の京急線は横浜方面からの快特は20分間隔で毎時3本程度走っています。行き先はほとんどが千ヶ口行きです。かつてはいろんな行き先で走っていた横浜方面からの快特ですが、近年は運行の効率化を図るため行き先が統一されてしまいました。また平日ですと21時16分発まで走っている快特ですが、土休日はこの18時43分発で終了します。さあやってきました。こちらが今回乗る最終の快特千ヶ口行きです。栗山線三崎口始発で、今日は2100型8両での運転でした。平日ですと夕方には運転が終了となる2100型の快特ですが、土休日はこのように夜まで走っています。また横浜までは堀之内までの各駅と横須賀中央、金沢八景、金沢文庫、上大岡と主要駅だけに止まっていきました。またこの横浜駅では停車時間が1分ほど設定されています。では乗っていきましょう。横浜駅を発車、京急線土休日夜の快特がゼロな件を見ていく旅がスタートしました。今回は土休日の19時以降、京急線の快特が走らなくなってしまう件について横浜から品川までを移動しながら見ていきます。この最終の快特は途中の京急川崎で下車し、その後京急川崎で特急だらけになった京急線を観察、そして京急川崎から京急蒲田まで特急に乗った後、京急蒲田からは快特が復活するので、その点についてもいろいろ見ていきたいと思います。まずはこの快特で京急川崎まで向かいましょう。京急川崎までの所要時間は8分、途中は神奈川、京急東神奈川、神奈川新町、小安、京急新小安、生麦、花月掃除寺、京急鶴見、鶴見市場、八丁縄手を通過していきます。さあ電車は早速快特らしい高速運転で神奈川は通過しました。そしてその後もハイスピード運転は続いています。こちらは神奈川新町を通過するところです。この駅は特急は止まる駅、1日の乗降客数は約1万6000人で、そこまで多くはありませんが、京急線の運転拠点であることやホームが待ち合わせ可能な構造であることから特急が止まっています。一方でこのような快特は停車駅をとにかく絞り所要時間を短くすることが最重要項目です。 JR 線と同じく横浜から川崎はどこにも止まりません。そして駅間が短いため次の小安駅もすぐに通過しました。ここで前の普通を追い抜きです。普通の利用者は快特の通過駅が多すぎる結果、快特が使いにくいダイヤとなっていますが、この後は特急しか走っていないためその懸念点は払拭されるみたいです。そしてその後は JR 線との並走区間に突入します。ちょうど東海道線の電車が走っていましたが、この日は京急線の方がスピードが速く途中で抜かしていきました。しかしその後京急線側の速度が落ちてしまい、さっきの JR 線にも抜かされてしまったようです。 JR 線は停車駅ごとに線路を分けていますが、京急線は複線でどの種別も同じ線路を走っています。そのため前の電車に追いついてしまいますと、数
すぐに減速することになるようです。こちらは途中駅の花月総持寺を通過、この電車の前を走っているのは急行です。実はこの日は横浜駅時点で少し急行の出発が遅れており、このように追いついてしまったみたいです。急行は隣の京急鶴見にも止まるため、それに合わせて一時減速しています。また完全に JR 線がいなくなってしまいましたが、この電車も再度加速していました。京急線の快特は120キロ運転が売りですから、こういう減速はちょっと乗っている楽しみが減ってしまうところでしょう。また特急は最高速度が110キロに抑えられています。さあこちらは京急鶴見を通過。この駅はホームは2面3線の大比較の駅です。以前のダイヤでは快特がよくここで追い抜きを行っていましたが、この時間帯は前の普通を抜かすことはなく、急行も京急蒲田まで先着するようになっています。さあ電車はその後もノロノロ運転を行っていました。さて横浜支社から8分、電車は間もなく京急川崎に到着します。この駅は快特までが止まる駅です。また第一線と JR 線との乗り換え駅になっています。川崎から品川まで向かう人は京急線より JR 線を使う人が多いと思いますが、第一線の利用者はむしろ京急線を使う人が多いでしょう。そういう利用者にはこのような快特があった方が少しでも所要時間短縮につながり良いと思いますが、この電車をもってこの日の京急川崎からの上りの快特は終了となります。さあこの後は快特の発車を見送って特急だらけになる京急線を見ていきたいと思います。ホームは2面4線の構造で、前の普通品川駅に接続します。さあ快特千岳寺行きの発車です。この電車はこの先京急蒲田品川の順に止まります。横浜から品川までの所要時間は20分です。東海道線ですと17分で到達する区間ですから、少し所要時間が長めにかかっていますが、これは京急蒲田での停車時間に余裕を持たせた結果となっています。またまだ現在時刻は18時53分ですが、これで京急川崎から出る上り電車の快特は全て終了ということになります。緑色の種別が走ることはもうありません。さてここからは京急川崎で特急を見ていきます。先ほどの快特が千岳寺行きですから、次は京成線直通の電車が来ます。またこの時間帯は青戸や京成高砂までの運転ではなく、その先の成田空港まで足を伸ばすロングランの便となるようです。改めてご紹介するのは京急川崎駅19時ちょうど発の特急成田空港駅となります。なおダイヤ的には今まで快特として走っていた電車が全て特急に変わるため、運転間隔は10分間隔のまま変わりません。行き先も千岳寺行きと交互に発着する形となっています。さあやってきました。こちらが快特がなくなった時間帯の1本目、特急成田空港駅です。三崎口始発で今日は1線型8両での運転でした。三崎口から成田空港と直通運転ではおそらく最長距離の電車となります。ただ特急ですから、ここまでは堀之内までの各駅と横須賀中央、塩入、おっぱま、金沢八景、金沢文庫、上大岡、横浜、神奈川新町に泊まってきました。三崎口からの所要時間も快特より10分弱長くなっているようです。ただ京急川崎駅での停車時間は短めに設定されています。ということで特急京成線直通成田空港駅の発車です。この電車はこの先は京急蒲田、平和島、青物横丁、品川、千岳寺の順に止まります。横浜から品川までの所要時間は22分で、これは横須賀線経由と同じくらいの所要時間になっていました。また乗車率は快特と同じくらいです。これは種別が違うだけで、速達性で言いますとこれ以外の選択肢がないため、皆さん特急に乗っていきます。この後もどんどんこの駅には特急が発着していきます。さて京成線直通が来た後は再度千岳寺発着が入っていきます。ただ京急川崎駅9時27分発以降、千岳寺行きはずっと快特で走ってきましたが、この後の電車は
全部特急となります。運転間隔も同じ10分間隔ですが、快特と特急で停車駅が違う分を調整する必要がないため、快特が走る時間帯よりも均等になり、より便利と言えるでしょう。また快特泉岳寺行きは車両は2100型で走っていましたが、この特急泉岳寺行きの車両はどうなるのでしょうか。さあやってきました。こちらが快特がなくなった時間帯2本目の特急泉岳寺行きです。こちらも三崎口始発で、今日は1000型8両での運転です。快特ならば2100型で走っていますが、特急になるとこのように1000型に変わってしまうみたいです。ただ一部については特急で走る時間帯も2100型で運転されています。そちらは後ほど下り電車の様子を見るときにご紹介したいと思います。ただ特急は停車駅が増えますから、その分ドア数が多い車両を使った方がいいという考え方もあると思います。さあ特急泉岳寺行きの発車です。特急だけになった時間帯ですが、微妙に所要時間は便によって違うみたいです。この電車は横浜から品川までを23分かけて結んでおり、さっきの特急より1分だけ長くかかります。また快特ですと終点泉岳寺で西馬込方面からの快速京成線直通成田空港駅に接続していますが、この特急もその接続は維持されています。特急だけになった後も品川駅の到着時刻を快特が走っている時間帯に合わせて設定していますから、その点で接続が狂うことはないみたいです。車内も空席はある状態で発車していきました。さて下りの快特は上りよりは少し遅くまで走っています。ということで今度は京急川崎駅を出る最後の快特について見ていきたいと思います。ご紹介する電車は京急川崎駅19時11分発快特三崎口行きです。ただこの電車は品川駅は18時48分発であり、こう見ると横浜駅の最終の快特の発車時刻とほとんど変わりません。快特は品川または横浜のターミナル駅も19時前に出る便で終わってしまうようです。なお行き先は三崎口行きであります。平日の日中は京急栗山止まりで走っていますが、土休日は観光需要も加味して快特が走っている時間帯に関しては下りの特急快特は全部三崎口行きとして走っています。ということで最終の快特三崎口行きの発車です。この電車は泉岳寺始発ですが、車両は1500型8両での運転です。この先は横浜、上大岡、金沢文庫、金沢八景、横須賀中央、堀之内と堀之内から先の各駅に停まります。京急川崎から三崎口までは1時間1分で結ぶようです。そしてこの下りの快特の発車をもって京急川崎を出る快特は全部終了となります。この後の時間帯、上りも下りも一番早い優等電車は特急ということになるようです。ということで今度は下り電車が特急だらけになった様子について見ていきたいと思います。最初は京急川崎駅19時23分発特急京急栗山駅を見ていきます。先ほどの快特が19時11分発でしたが、特急である分所要時間の増大分が加わり、間隔は12分ほど空いています。また行き先は京急栗山止まりとなるようです。これは特急日夜は三崎口方面の需要が小さくなることから、特急の半分を京急栗山止まりとして走らせた結果となっています。さあ入ってきました。こちらが快特がなくなった時間帯の1本目、特急京急栗山駅です。京成線の青戸始発で、今日は600型8両での運転でした。たまたまですが今回は赤色じゃない京急線が多く見られています。またここまでは品川、青物横丁、平和島、京急蒲田に泊まってきたようです。土休日の夜はお出かけからの帰宅需要があり、車内はラッシュ時間帯ほどではないですが意外と混んでいます。ただ三浦半島方面まで行く人は多くはないですから、京急栗山止まりで走っているようです。さあ特急京急栗山駅が発車します。この先は神奈川新町、横浜、上大岡、金沢文庫、金沢八景、おっぱま、塩入り、
横須賀中央、堀之内と堀之内から先の各駅に停まります。快特とは異なり、神奈川新町で前の普通に乗り換えできるため、京急東神奈川や神奈川まで利用したい人にはかなり便利な電車となるようです。ただし、終点京急栗山までの三崎口行きの接続はありません。次の三崎口行きは10分後に京急川崎行きを出る電車となるようです。こう見ると先ほどの最終の快特に乗り遅れるのは結構痛いことになるのでしょう。そしてさっき見た特急京急栗山駅は快特が混じっていた時間帯でも順番的には特急として走る電車となります。ですから次に来る特急が本当に快特から特急に変わった電車となるようです。ということで今度は19時33分発特急三崎口行きをご紹介します。日中時間帯は全電車が三崎口行きで走っていましたが、快特がなくなった夜の時間帯はもともと快特として走る便のみが三崎口行きとして走ります。ただ平日の日中は東映線からの直通電車が三崎口行き、泉岳寺始発が京急栗山止まりとして走りますから、ここは平日日中と土休日夜でダイヤが逆転してるみたいです。さあ入ってきました。こちらが快特がなくなった時間帯の2本目特急三崎口行きです。泉岳寺始発で今日は2100型8両での運転です。上りの特急泉岳寺行きはしばらく2100型以外の車両が入っていましたが、下りは特急になっても2100型が使用されています。また2100型は土休日ですからウィング号で走っていなく、夜でも特別料金不要で乗れるようになっています。ということで特急三崎口行きの発車です。この電車の終点三崎口までの所要時間は59分、あろうことか快特よりも所要時間が短くなっています。実は先ほどの最終の快特は京急栗山駅で4分ほど止まっていますが、この特急にはそのような停車時間がなく、可能な限り所要時間短縮に努めたため結果的に所要時間は快特以上に短くなっています。そしてこの後の時間帯も京急川崎からは特急京急栗山駅と特急三崎口行きが交互に出発するダイヤとなっているようです。そして快特の運転は終了しましたが、急行はまだ残っています。土休日の急行は上りは京急川崎駅は21時52分発まで残っており、快特よりも3時間近く遅くまで走っているようです。逆にその後の深夜帯は特急か普通しか走っていない超シンプルなダイヤになります。さあ今回ご紹介するのは京急川崎駅19時16分発急行羽田空港駅です。急行は基本的に20分間隔で走っており、特急だらけになった後は京成線直通の特急の直前に走っています。なお快特から特急への切り替えで間隔は26分空いていました。さあ急行羽田空港駅の発車です。急行は津市葉山始発で能見台までは各駅に停まり、その先は杉田、上大岡、愚明寺、井戸ヶ谷、日の出町、横浜、京急東神奈川、神奈川新町、京急鶴見、京急蒲田と京急蒲田から先の各駅に停まります。途中の上岡で特急に抜かれ、その後は京急蒲田まで先着するダイヤとなるようです。そもそも急行は空港アクセスがメインであり、さらに横浜市内の速達性を高めることがサブの運転目的であることから、京急川崎時点ではかなり空いた状態で発車しました。急行はこの後20分間隔で走っています。さて京急川崎では快特がなくなってしまいましたが、まだ快特が残っている駅もあります。この後はそれも見に行きたいと思います。ということで今回乗るのは京急川崎駅19時48分発の特急泉岳寺行きです。この電車は三崎口始発で、車両は600型8両での運転です。2100型は若干供給不足であるようで、またもや3ドアの車両が運用に入っています。行き先表示もしっかり特急泉岳寺と書かれています。では乗っていきましょう。
さて、京急川崎発車から3分、電車は間もなく京急蒲田に到着します。この京急川崎から京急蒲田までは快特、特急、急行が同じ停車駅であり、所要時間もほとんど変わりません。まためちゃくちゃ高速で走ることも都の私物で同じであります。そして京急蒲田駅は空港線との分岐駅です。京急蒲田からは普通、急行、特急、快特、エアポート快特が走っています。そう、横浜や京急川崎からはこの時間帯快特はなくなってしまいましたが、京急蒲田からは空港線発着の快特がまだ運転されています。ということで、この後はまだ生き残っている快特にこの京急蒲田から乗っていきたいと思います。ということで、最後乗る電車はこちら、京急蒲田駅19時59分発快特京成高砂駅です。平日ではなく土休日の夜ですが、このように快特が復活しています。この時間帯、空港線からの優等電車は急行、特急、快特で走っていますが、日中は特急と快特で走っているものの、夜は下り電車が特急が急行に変わり、急行と快特での運転、一方で上り電車は特急と快特で運転されています。ですから快特は残されているようです。京急蒲田時点で22時31分発まで走っており、おおむね20分間隔で運転されています。そして空港線方面に行く電車もこのように快特が運転されています。空港線方面は夜は平日は急行だけとなりますが、土休日は快特も残っているみたいです。おそらくこれは空港線方面から早く帰宅したい需要が大きいことから走っているのでしょう。平日は空港線からの利用者だけでなく、途中駅の通勤客の帰宅需要も担うため急行として走っています。さあ、やってきました。こちらが最後に乗る快特京成高砂駅です。羽田空港始発で今日は一線型8両での運転でした。ここまでは羽田空港第3ターミナルから京急蒲田までノンストップ運転で走ってきたようです。空港線内も快特以外の私物は各駅に停まりますから、その点の所要時間短縮は大きいようです。また車内はまあまあ混んでいますが、京急蒲田で降りる人もいます。京急蒲田では横浜方面からの普通に接続しているようです。京急蒲田駅を発車、最後この快特京成高砂駅で目的地の品川まで向かいます。品川までの所要時間は7分、途中は止まりません。目的地の品川までノンストップ運転を行います。途中は梅屋敷、大森町、平和島、大森海岸、立ち合い川、サメズ、青物横丁、新馬場、北品川を通過していきます。この区間は特急ですと9分くらいかかり、さらに羽田空港から京急蒲田までも各駅に停まりますから、その分より所要時間は短くなっています。電車は京急蒲田駅発車後はポイントを渡り、その後加速していきます。これが横浜方面からの快特ですと一気に加速できますから、少し違う点と言えそうです。ただ品川までの所要時間は横浜方面からの特急よりも短いですから、いわば横浜方面と空港線発で立場が逆転してしまっています。そして電車は快特らしい高速運転を行っています。こちらは間もなく平和島を通過します。この駅は特急までが止まる駅です。ホームは2面4線の構造で、横浜方面からの特急はここで前の普通に接続します。しかしこの快特は通過ですから接続もなく、また追い抜きもありません。ここは日中時間帯と同じです。普通を抜かすのはこの先のサメスで1回だけとなっています。さあ、電車はそれにしてもしっかり高速運転を行っています。空港線からの快特は京急線の車両だけでなく、都営線や京成線などの車両も走っています。ただそちらは最高速度が110キロに抑えられており、これは事実上特急と同じとなるようです。そして品川駅に近づくにつれてカーブが多くなり、速度も落ちていきます。この空港線発の快特で大事なのは速度以上に途中駅の通過ですから、この点は仕方ない面もあるのでしょう。こちらは青物横丁を通過、この駅は特急までが止まる駅です。日中は羽田空港発着の特急が止まり、夜は羽田空港行きの急行と
羽田空港発の特急が止まっており、羽田空港からの直通電車はしっかりと確保されています。そして青物横丁を通過した後、再度直線区間に戻るため電車は一旦加速。この電車はあまりダイヤに余裕がないため、可能な限り速度を出して走っていました。さて、京急蒲田支社から7分、電車はまもなく今日の目的地品川に到着します。この駅は全支物が止まる駅、また京急線の運転拠点となっています。平日ですと夜の快特は品川止まりとして走ることもありますが、土休日は日中ダイヤを引き継いでいる面も大きく、泉岳地域や都営線直通でも走っています。そして今回の横浜から品川までの京急線の土休日夜の快特がゼロな県を見ていく旅、確かに横浜および京急川崎からは19時半前には完全に快特の運転が終了しており、特急だらけになっていました。ただ運転間隔は10分間隔に揃い、行き先も基本的に日中とは変わっていませんが、所要時間は快特よりも長い便がほとんどであったようです。しかし空港線発については例外的に快特が残されており、京急蒲田から泉岳寺までの短い区間については快特が夜も走っています。そして総じてみて、京急線の土休日の夜は横浜方面は最大公約数的に利便性を確保できる特急を中心にし、速達性が重要な空港線だけは快特を残して走っているみたいです。乗ってきた電車は品川からは普通京成高砂行きとして走ります。空港線からの利用者もほとんどは品川駅で降りてしまい、品川からは快特でもかなり空いていました。これは確かに空港線発を快特として走らせて、ささっと品川まで移送した方が便利だと思います。同じ羽田空港発着のモノレールは夜でも空港快速を走らせていますから、あまりに京急線が不便ですと、そちらに利用者が流れてしまうのでしょう。スーパー京急大作戦、ラストは神奈川新町駅を3分差で発車する京急線の普通をご紹介します。通常は10分間隔で走る京急線の普通ですが、謎に3分間隔で走る時間帯が存在。その電車は終点には何分差で到着するのでしょうか。途中駅での追い抜きにも注目です。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。